泉穴市神社は大阪府泉大津市にある神社。式内社泉国二宮で旧社格は不舎。泉穴市神社の森は大阪緑の百選に選ばれている。1879年に作成された神社名祭帳では天府神と佐古朝土大臣を当社の祭神としているが、1894年の神社名祭帳ではアメノオシホミミと 高畑知事姫命を祭人としており、当社もアメノオシホミミノと高畑知事姫命を祭人とする見解をとっている。なお、泉大津市は江戸時代に繊維産業が起こり、現在に至るまで繊維産業が盛んな地であるが、高畑知事姫命は織物に関係する神として知られている。社殿によると当社は、 白宝元年に創建されたとするが、神宮皇后の時代に創建されたとも、神武統制の際に始まるとも言われ定かではない。天平十年の泉間小税庁によると、聖武天皇から大鳥大社と共に1300国の車両を賜ったという。日本三大実録によると上岸七年に聖護石田を授けられたとし、類似国史によると、 上岸十年に十四位下を授けられたとする。元行元年には、楠木正主が当社に石道路を奉納している。天正三年には、織田信長より、車両安土の主院状を与えられた。慶長七年には、豊臣秀頼が片桐勝元を奉行として、社殿を再建している。1873年2号車に、劣覚し、 1894年には、府社に昇格した。1946年、それまで、毎年2月4日に行っていた、春季大祭を4月5日に行うこととし、現在に至る。ありがとうございます。